次はマリサさんの番ですね。ああ、私はこっちの美味しそうなステージに行きたいぜ。ダメです。なんでだよ。順番は守りましょう。結局こうなるのは分かってたけどな。爆裂、ゴム洞窟。はあ、やっていきますかね。マリサさん元気出してくださいね。ありがとなヨウム。ところでここはゴム兵の洞窟なのか。うん、そのゴムを使ってハテナブロックにぶつけると楽しいわよ。おー、これはいいな。もう元気になってるし。ちょっとテンション上がっちまったぜ。ここに隠しブロックがあるけど。何もないのかよ。まあまあ、どんどん先に進んじゃってね。なんだこの明らかに怪しいブロックは。爆弾で一気に壊すと気持ちよさそうですね。ああ、だがこのパウブロックを壊しても良さそうだな。うん、みんなが言いたいことはわかってる。すまん、わかってるじゃん。まあいい、まだこの破数もあるだろきっと。で、またパウブロックがたくさんあるな。うん、そこに爆弾を投げてみて。猫スーツの引っ掛きでもいけるか。うん、大丈夫よ。おお、息荒くキノコが出てた。早く追いかけないとですね。任せとけ。っていうか中に入って追いかけても良さそうだな。うん、まあ特に難しくもないし大丈夫よ。さてマリちゃん、このウサギさんからグリーンスターを強奪してね。またか。く、すばしっこいな。頑張れ。あとちょっと。のわあ。あ、危なかった。死んだかと思ったぜ。悪運が強いわね。あれ、なんかウサギさんが止まってますよ。ふ、私に恐れをなしてひよったか。説明しよう。ゲームパッドでウサギさんにタッチすると、一瞬だけ動きを止めることができるのだ。それは言っちゃダメなやつだぜ。ここの壁、爆弾で壊せそうだな。何かあるんですかね。行ってみるか。うん、ここにはハンコが隠されてるんだよ。お、やっぱり行ってみてよかったぜ。さすがマリサさん。さて、そこのパウブロックを壊すと面白そうだな。やってごらん。行くぞ。ほいさ。すげえ。パウブロックで連鎖反応ができてましたね。これぞまさしく。パウブロックの連鎖反応やー。そのまんまじゃねえか。お、そこになんかあるな。ここは、ねえ、なんぞい。で、なんだここは。ここも仮想対象のステージだよ。いや別に仮想対象ではないんだけどね。でもわかりやすくていいんじゃないですか。まあ別にいいけど。ここにもパウブロックがあるんだな。うん、一気にめくれるから気持ちいいよ。ヒップドロップやゴム兵とうまく組み合わせれば早そうだな。うん、あとは落ちないように気をつけてね。任せとけ。それにしてもこの模様は何なんだ。うん、どっかで見たことあるようなないような。全部めくり終わればわかるわよ。っていうかもう視聴者の皆さんはわかったんじゃないかな。とっといまりゃー。お、これはすごい。面白いギミックですね。ふふ、サムネはこれに決まりね。僕が編集するんだけどね。じゃ、洞窟戻るぜ。どっこいしょ。マリちゃん、上のハテナブロックにこのハスーツがあるから取ってね。へいへい。ちなみに、右にあるハテナブロックを壊すと。え、なんかあるのか。特に何もないよ。おいお前ふざけんなよ。あはは。お前なんかこうしてやるよ。この兵に厚当たりしなくても。うおおおおお。ふう、すっきりしたぜ。マリサ、ごめんって。ま、今回は特別に許してやるぜ。さて、ゴールですね。ここは、爆弾を使ってブロックを階段状にすると、猫スーツだから関係ない。はぁ、あ。たく、あんたはすぐ人の話を無視するんだから、お前に言われたくないぞ。さて、次はヨウムの番だな。あ、私はちょっと一回休みでもいいですか？あれ、ヨウムやらないのか？ええ、今回は見学させていただきますね。じゃ、私が代わりにやってやるよ。連続でやらないでよね。そうだぜ、僕の番だよ。順番的には私でしょ。たく。しゃあなしやな。なんでや。あはは。皆様、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひコメント、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガでは、通常より1日早く最新動画を配信しております。ポコニャンの動画を誰よりも早く見たいという方は、ぜひメルマガ登録をしてね。チャンネル登録は、左側をクリック。メルマガ登録は、右側をクリックしてください。スマホ、タブレットの方は、動画の説明欄にリンクを貼っておくので、そちらをクリックしてね。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。またねー。